US Air 1016便墜落事故は1994年7月2日にアメリカ合衆国サウスカロライナ州コロンビアとノースカロライナ州シャーロットを結ぶ定期便であった US Air 1016便がマイクロバーストによるインドシアに遭遇し墜落した事故である。空港近くの民家に墜落し37人が死亡、16人が重傷を負った。 同型機の US Air の DC-9994 年7月2日土曜日、US Air 1016便はコロンビアメトロポリタン空港からシャーロット・ダグラス国際空港へのわずか35部のフライトだった。18時15分に離陸した。52人の乗客、3人の乗務員、2人のパイロットが搭乗していた。シャーロット・ダグラス国際空港までは天気も 良好だったが、空港付近で雷雨に遭遇した。1016便は18時38分に、管制官から滑走路 18R への警備、着陸アプローチを許可され、18時39分に、着陸を許可された。機長は管制官に、滑走路 18R に着陸したばかりの US Air 983便からの、気象状況に関する報告を聞いた。 管制官は1016便にフォッカーのパイロットによるスムーズに着陸できたとの報告を伝えた。事故後のインタビューでは複数の乗客と客室乗務員は飛行機は最終アプローチで雷雨の中に入るまで飛行は正常に見えたことを NTSB に話した。18時40分に管制官はすべての航空機に対してウィンドシアの警告を発したが、 周波数が1016便で使用されているものとは異なっていた。約1分後に機長が副操重視に着陸復興右へ迂回しろと指示した。その後機長は管制塔と更新し、US Air 1016復興中と告げた。管制塔は US Air 1016着陸復興を許可、滑走路方向へ上昇。3000フィートを維持せよと返答した。飛行機は 厳しい気象条件のために上昇できず、右に傾きながら急速に降下した。着陸また行中にフラップを40度から15度に格納したが、フラップの移動中は警告の式位置を下げるというソフトウェアの矛盾のために、ウィンドシア警告システムが警告を発しなかったことが後に判明した。ハネウェルのエンジニアは、パイロットが墜落の8から9秒前に警告を受けて、 いるべきであると述べた。また、マイクロバーストに遭遇した際機長は、副装重視に、下げろ。機種を下げろと言っているが、実際は機種を引き上げ、水力を上げるべきだった。NTSB が公表した1016便の座席図、乗客の位置、怪我の程度を表している。機体の機種部分機体のビブ18時42分、1016便は、 滑走路 18R の端から約0.5マイル離れた空港境界内の地面に接触した。その後空港のフェンスに衝突し、いくつかの木々にぶつかり、空港近くの住宅街に滑り込んだ。機体は4つに分断された。墜落と火災により、登場した52人の乗客のうち37人が死亡し、16人が重傷を負い、4人が軽傷を負った。 奇跡的に地上の誰も負傷しなかった。建物に衝突した VIVNTSB は直ちに調査チームを派遣し、コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーを航空機の残骸から回収した。NTSB の調査の結果、墜落時に空港近くにあった雷雨によってマイクロバーストが発生したと結論付けられた。NTSB はこれらの要因を挙げた。 深刻な雷雨の中でこのアプローチを続けるという、クルーの決定飛行場務員が、ウィンドシアを迅速に認識できなかったクルーが、ウィンドシアに遭遇したとき、適切な制御とエンジンパワーを保たなかった1016便の、クルーが、最新の空港の天候を知らなかったこと。マイクロバーストが原因の事故。ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRNTSB エアクラフトアクシデント レポート R-95 から03、ナショナルトランスポーテーションセーフティーボード、http://www.ntsb.gov/.investigations/.acci d n t r e p o r t s r e p o r t s a r 9 5 0 3 p d f 加藤博一郎著作航空機事故50年史 P185 チャーロットのマイクロバーストより機種を上げ、水力を全開にしていれば、墜落は避けられたかもしれないとも書かれている。命令15航空機事故の真実と真相ナショナルジオグラフィックチャンネル2017年8月15日閲覧ありがとうございます。